皆さんこんにちは。レック専任講師の弁理士の富澤忠です。どうぞよろしくお願いします。本日は、レックのエルゼミ直前春期生のご紹介をしたいと思います。このエルゼミに関してはすでに今年から名古屋校でも始まっておりまして、まあ、今数多くの受講生さんと皆さんと一緒に勉強しております。で、今回のエルゼミの直前春期生というのは弁理士試験が今年2ヶ月延期されました。この2ヶ月の間伸びた期間に設定されたのが直前春期生というものになっております。この2ヶ月伸びた期間、皆様受験生がどのように過ごしていくのかによって大きく、まあ、合格に近づくのか、まあ、そういったところが変わってくると思います。担当の受験者、まあ、担当の受験者さんでは当然この時期は、担当式試験も並行して勉強 していかなければならない時期にもなります。ただ担当受験者さん皆さんは当然最終合格を目指していると思います。この名古屋のエルゼミでは隔週で行っております。ですので担当式試験の勉強も行いながらこのエルゼミを並行してさらに最終合格を目指していくということもできるような形になっております。また担当免除者にとってはこの2ヶ月という期間がどうなるのか、まあ、皆様ですね、担当免除者ということはですね、昨年度には、担当に受かって論文を受けていることだと思います。その時に周りを見ていて感じたと思います。最後の論文の受験生は追い込みの時にものすごい伸びます。それが今年も2ヶ月伸びてしまったわけです。ということは多くの受験生がまた伸びる機会が増えてしまった。担当免除者の方にとっては有利な期間をですね、うまく反対にこの2ヶ月をさらに有効活用して今年の論文の本試験で合格できるように目指していく、そのための2ヶ月がこのレックのエルゼミ直前春期生の講座になっているという形になっております。まあ、私のこの名古屋校の特徴はですね、こちらにもございます。理系のための特許法、実用信案法、まあ、純駆動や大きな本屋さんに行っていただけると販売しておりますけれど、まあ、弁理士受験方程式シリーズ、まあ、私の書籍がベースになってお伝えしているところです。この方程式という考えはですね、法律を数学のように考えていくというような形で皆様にお伝えしています。まあ法律はまあ、皆様はよく勉強されているから分かると思いますけど、要件と効果で初めてできます。要件が3つあって効果が1つの場合ですので、要件が 1,2,3,3 つ揃った場合に効果が発生する。これはまるで算数で言えば、まあ、数学で言ったり方程式だと私はこれを定義しました。 A、B、C、 この3つの条件が揃うと結果効果が発生する。ですので A かつ B かつ C、ね、まあ、こういったものを法律を全般特許法、意匠法、商標法全部ですね、法律を分解して、まあ、このように分けたのが方程式の考え方になっているわけです。で、この方程式の考え方が特に生きるのが何かというと論文式試験のところになります。それはなぜかと言いますと、論文式試験では解釈を問われる問題、またそれ以外の問題で、解釈が問われないそれ以外の問題というところでいきますと、どういった問題かというと、例えば、184条 の国際出願に関係する問題、あそこの問題って一切解釈が問われません。じゃあ何が問われるかというと、そこの条文を引っ張ってきて、そこの条文に問題文を当てはめして正しい答えを答えていく、まあ、まるで担当式試験のような問題でもあるわけですけれど、じゃあここに関しては方程式でいうと正しい文言を持ってきて、まあ、そこに条文を持ってきて、そこに条文の、すみません、問題文の中の文言を当てはめをして答えを導いていく。ここには暗記要素はないですね。正しい条文を持ってくる、ね、そういった作業が必要になります。じゃあもう一つ解釈が必要なところというのはどういったものか。それは例えば特許法72条である利用関係の問題だったりするわけですね。利用
ね、特許権を特許発明を利用した場合、ね、は特許権者はその発明を利用することができないと言って書かれていますけど、じゃあその利用って何だ、要はその利用という言葉が不明確であったりする場合には解釈であったり定義が必要なわけです、まあ、そういったものは覚えなければならない。この方程式ではこの解釈で覚えるべきところで、それ以外で覚えなくていいところ、これを明確にすること、それによって何が起こるかというと、暗記をする分量が減るということにもなります。今から私のこの L ゼミの中でも伝える論文の書き方のヒント24というものを中の3つを抜粋して皆様にお伝えしたいと思います。この24についてはまた講座の時にお伝えしますが、今回は3つ抜粋してお伝えします。でその1つ目というのが、まあ、今のまさしく暗記のところになります。暗記は最大の武器となります。私は今このエルゼミではですね、この教えている講師が皆様の答案を採点します。ですので皆様がどんな答案を作ったのか、どうやって間違えたのかがよくわかるんです。その中でやはりこの暗記が必要な解釈の部分、これによって大きな差が開いているというのも感じております。ですのでヒント、論文を書くヒント1つ目、これはやはりまあもうしょうがないことです。試験ですので暗記は最大の武器になる。だからこそ覚えましょう。ただ覚えるところが無限に増えてしまっては負荷も大きくなります。また例えばこの2ヶ月間で覚えれるところ、それは当然精度が上がる と、ね、ところもありますし、暗記をしっかりできないところもあります。その中でしっかり覚えなければならないところは、この方程式の先ほどの解釈が必要なところをはっきり明確に分けて暗記する分量を減らしていくという形になります。で、この論文式試験を私採点していて感じるヒント2つ目です。自らの限界を知りましょうというところになります。多くの答案を見ていると、論文が1番がしっかり書いてあって、2番もしっかり書いてある、3番ちょろちょろ、4番ほぼないっていうような書き方をしている方がいらっしゃいます。論文式試験は項目ごとに点数がつきます。1番がどんだけしっかり書いてあっても、4番がほとんど書いてなかったら点数がつきません。そこでポイントになるのが、自らの限界を知ろうというところになります。自らの限界というのは、論文式試験でどこまで書けるのかを自分で知っておく。で、どこまで書けるかっていうところプラスアルファ、それを時間で把握するということになります。私はちなみに10分間で15行を書けると考えておりました。あと残り5分では8行。それで最後まで書けるか書けないか。残り10分の段階で設問4まであったときに、設問4まで行ってなかったら、もうそこで移るべきです。で、しかもそれが自分自身であれば15行書けると理解しているので、15行でまとめるように書くと。ですので、最後までしっかり書き切るということでは、自らの限界を知ろう。これも私のエルゼミでもよくよく伝えているところです。全体のバランスが必要です。項目点が全部で配点されているからです。で、最後のヒントもう一つになりますけど、これはヒントの、すみません、先ほどの項目点にもつながってくるんですけれど、重大ミスは一つなら大丈夫というところです。論文式試験、特許から始まって衣装商標とつながってきます。私も経験があります。特許の1問目の一番最初に重大な論点の把握ミスがあって、論点を一つ外してしまった。こんな時ですね、ものすごい引きずるんですね。でもですね、重大ミスは一つならば大丈夫。これしっかり心に刻んでおいてください。やっぱり一つですね、論点ミスしたりするとですね、後に引きずってきてしまいます。でも、そんな大きなミスが仮にあったとしてもですね、後で挽回することができます。それは先ほどの話に戻って、答案は全体の項目です。項目によって点数がつきますので、一番最初でダメでも後で全部カバーすれば合格点つけることができます。ですのでぜひこの、まあ、今伝えたのは3つだけですけれど、暗記は最大の武器になる、自らの限界を知ろう、もう一つ重大ミスは一つなら大丈夫、まあ、このような形でですね、論文のポイント、私は24個お伝えしながら皆さんに、論文の書き方、
そして、答案の作り方をお伝えしながら、このエルゼミを行っていきたいと思います。この延長された2ヶ月間で皆様が伸びてですね、最後の合格、論文式試験に合格、そして弁理試験に最終合格していくということを最後お手伝いすることができたらと考えております。皆様最後ぜひこのエルゼミの直前春期生です、一緒に勉強して最終合格を勝ち取りましょう。どうぞよろしくお願いします。